ぎて崩落の原因は兵隊を連れて、アバランチによる破壊活動。どこまで行ったんだろう。お、クラウドさん、麦たちを見ませんでした？日課の見回りに行ったみたいなんです。今日は中止にしなさいと言うべきでした。もし子供たちを見かけたら帰るように伝えてくれませんか？子供たちの特徴は多分わかる。あんたは動くんじゃねえぞ。ここで子供たちを迎えてやれ。いいな？あ、はい、そうします。よろしくお願いします。プレートが落ちるなんて、この上は大丈夫なんでしょうか？お願いだから無事で帰ってきて。どうかよろしくお願いします。お願いだから無事で帰ってきて。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。バトルレポートのデータ提出をお待ちしています。
ラウドさんですよね。いいところにいらっしゃいました。オーナーのサムから話は聞いています。凄腕の元ソルジャーの何でも屋だとか。そこでご相談なんですが、うちのチョコボたちを探してもらえないでしょうか。実はプレート落下の衝撃に驚いて逃げてしまったんです。きっと今頃怯えてお腹を空かせているはずです。かわいそうに。そりゃ大変だな。わかった、気にしておくぜ。ありがとうございます。見つけたらこれを食べさせてください。逃げたのは3羽。名前はカカ、ロロ、モモです。野菜を食べて落ち着けば自分たちで帰ってくるはずです。よろしくお願いします。プレートが落ちるなんて。7番プレート崩落事件。この上は大丈夫です。シーナカンパニーの緊急対策本部に崩落の原因はアバランチ。的な発作だ。慌てるな。俺もなったことがある。一瞬で終わりだ。
を整理してたらミュージックディスクがいっぱい出てきたの。よかったら1枚いかが。亡くなった夫が音楽好きだったの。みんなが聞いてくれると私も嬉しいわ。亡くなった夫が音楽好きだったの。本当にコルネオのとこ行くの？行くだけ行ってみよう。なんだよ。おいクラウド、プレートの上に行く方法を知らないか？今はどこも限界態勢さ。ネズミ一匹通れやしないよ。ウォールマーケットでもコルネオの手下どもがアバランチ狩りとか言って騒ぎ出してね。ん？右腕が銃の男。ん？なんだよ。アバランチの一人がそういう男らしくってね。コルネオの手下どもが探し回ってるのさ。アバランチには今シンラの懸賞金がかかってるからね。小遣い稼ぎでもするつもりなんだろ。やることは他にいくらでもあるだろうが。右腕が銃の男を五番街で見たっていう情報があってね。花がいっぱい咲いている家に出入りしていたらしい。ダメ、それはダメ。戻るぞ。五番街へ向かうなら気をつけていきな。厄介ごとに首を突っ込むのが趣味なのか？あんたアバランチとも関わりがあったとはね。五番街へ向かうなら気をつけていきな。これからどうしたらいいんでしょう。何もかも失ってしまいました。これからどうしたらいいんでしょう。もうしないで。こんな老いぼれが生き残ったところでもうしないで。あ、お姉ちゃん、ベティ、よかった、無事で。マリーは？マリンは大丈夫？おう、元気だぜ。よかった。ねえ、お仕事頼んでいい？ジュークボックスのディスクを探してほしいんだ。音楽が鳴ればみんな元気になるかなって。名案だね、ベティ。よし、ディスクを見つけたら
持ってきてやる。そしたらベティ、みんなに聞かせてやれ。本当？ありがとう。曲じゃないみたい。みんな元気にはなってないね。まだどんよりしてるね。この曲じゃないみたい。みんな元気にはなってないね。まだどんよりしてるね。まだどんよりしてるね。いらっしゃいませ、クラウド様。常連かよ。アニアンはいるか。申し訳ございません。アニアンはジムに行っております。そうだ、クラウド様。よろしければ夜のステージにご出演を。断る。この曲が気になるのかい？欲しいなら持っていきなよ。仲間と音楽を聴く時間が唯一の楽しみさ。音楽があるから辛い仕事も頑張れるんだよ。仲間と音楽を聴く時間が唯一の楽しみさ。すごいでしょ？常連さんは夜明けと共に並ばれるんです。館の方が騒がしかったけど、何かあったのか？
まだ寝てるのかもね。お前本当にいいのか。この曲知ってる。マリンと踊ってた。ナットラン、全くナットラン。この曲こそ我が青春の調べ。わしが手本を見せてやろう。見よ、この腰。すごい。よし、お嬢ちゃんに伝授してやろう。元気にしなくちゃ。まだまだ若いもんに負けてられんの。何もかも失ってしまいました。元気にはなってないね。まだどんよりしてるね。みんな元気に、まだどんよりしてるね。どこ行った？クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。いくらいい曲でも2枚はいらないね。クラウド様ならいつでも歓迎いたします。クラウド様ならいつでも歓迎いたします。
かしたぜ。みんな不安を解消したいんでしょうね。あれ、新羅兵どこ行った？私見たんだよ。新羅兵がコルネオさんの館に入っていったんだよ。新羅兵がどんどん行く。本日も闘技場はここだけの話、コルネオさんが消えたらしい。マジかよ。この事故と何か関係があるのかしら。私見たんだよ。新羅兵がコルネオさんの館に入っていったんだよ。あそこの人だかり、七番街から逃げてきた。あれ、新羅兵どこ行った？だな。さあ、相手を選んでくれ。またいつでも来てくれ。
ここだけの話、コルネオさんが消えたらしい。マジかよ。コソ泥もぶっ飛ぶこの威力で家内安全間違いなし。数量限定だからお早めに。可愛さ余って威力100倍、天使の顔をした悪魔の防犯グッズだ。思わず抱きしめたくなるだろう。厄介ごとに首を突っ込むのが趣味だ。日頃もっと金型の方が騒がしかったけど、何かあったのか。こんなのさ、この子の教育によく受け入れてもらえる。よう、すまねえな。厄介ごと頼んじまって、五番街の裏通りでチョコボの鳴き声を聞いたとか、陥没道路でチョコボを見かけたとか、教会の方へ向かうチョコボを見たとか、情報はこんなところだ。きっとうちのチョコボだ。頼んだぜ。うちのチョコボは優秀だからな。無事だとは思うが。五番街の裏通りでチョコボの鳴き声を聞いたとか、陥没道路でチョコボを見かけたとか、教会の方へ向かうチョコボを見たとか、情報はこんなところだ。きっとうちのチョコボだ。頼んだぜ。おお、あんたらか。聞いてくれよ、チョコボが逃げちまったんだよ。みんな、無事でいてくれ。こんな時こそ、チョコボの力が必要なんです。
私がもっとしっかりしていれば。チョコボ、怪我してねえといいな。五番街の裏通りでチョコボの鳴き声を聞いたとか、陥没道路でチョコボを見かけたとか、教会の方へ向かうチョコボを見たとか、情報はこんなところだ。きっとうちのチョコボだ。頼んだぜ。俺はチョコボがいねえと何にもできねえんだよ。まさかこんなことになるなんてな。五番街の裏通りでチョコボの鳴き声を聞いたとか、陥没道路でチョコボを見かけたとか、教会の方へ情報はこんなと、きっとうちのチョコボだ。頼んだぞ。頼む、チョコボを助けてやってくれ。どうしたものか。おう、バレット。ワイマン、大丈夫か。自警団は動ける奴らが手分けして怪我人の救助に当たっている。任せろと言いたいところだが、大問題がある。噂は本当だったんだ。地下に神羅の実験場があって、そこからモンスターが湧いてる。クラウド君、何でもや頼めるか。実験場に降りて地下のモンスターを一掃してもらいたい。危険すぎる依頼だが。俺にしかできないだろう。その通りだ。頼む。意外と人が少ないな。先に逃げてきた連中はもう出発したんだろう。
昨日の夜から地盤沈下がひどくてな、道がいくつか塞がってしまったみたいだ。
シンラの施設からはモンスターの声が聞こえるし、怖くて救助もままならない。行くぞ。次を勝とう。やめろ！とげとげ！
これだ。ここで仕掛ける。